お待ちなさい。そんな傷では戦えませんわ。ちょっと待ってくださいね。そんな、巫女として当然のことをしたまでです。わかっています。まずは、あのベルゼリアの魔物を倒さなければなりません。ベルゼリアのものが入ってくるとは。早く、ルシリスゲートを開かねばなりませんね。さあ、神殿に戻り、門を開きましょう。 大衆長さん、私、帰らなければなりません。もし困ったことがあったら、いつでも門に来てください。神官たちが力になってくれるでしょう。この山を越えれば、もうすぐのはずですわ。魔物は隠れるのが上手です。どこかに敵が潜んでいるかもしれません。は、変身をお父様、これでしばらくは安心です。 お父様は私たちの戦いを見ていてくださいお父様ご無事ですか大変バーラル兵はもう攻め込んでしまったようですねジュグラーに害が及ばないといいのですがジュグラーはいろいろな魔獣に変身する能力を持っているのよジュグラー大丈夫ベルゼリアの魔物がダーカスへ入り込み始めているの 一刻も早く、ルシリスゲートを起動させないといけない。ハザの剣は、魔族以外の相手にも強い力を持っています。剣としての能力も高いのです。もう喋らないであなたの過ちではないわさあ、早く霧風に治療をだとすると、救助する可能性がなくもないですね。私も危機に陥っている人を、 見捨てるわけにはいかないと思います。しかし、もし帝国軍がまた攻め込んできたら、もっと多くの人が。飛空艇があれば、ラーカシアまで時間をかけずに進めますね。リハルト様、前方に帝国の飛空艇が死者様、お体に触ります。あとは私たちにお任せになり、お休みください。魔物の大軍まさか、 ベルセリアがルシリスゲートはまだ機能しているはず父上これは一体どうやら奴らは我々がハジャの剣を強化しようとしていることを知っているようですねそうですねどうしたのですかディハルト様ラングリッサーが光ったキリカセさんそのようですね魔物の気が強くなっていますから 魔物が、消えていくわ。そんなさっきまでは気配さえなかったのにこれより、儀式を執り行います。魔力の結晶たるロッドよ。気高き王の御霊を宿し聖剣よ。魔剣アルハザードの力を奪い、永遠の眠りをもたらせ、闇の波動が小さくなっていきます。あいけないその剣は アルテミュラーがあの剣に惑わされてしまいました彼を止めないとこれがバーラル城ですねやはりアルハザードに見入られてしまったのですね彼ほどのお方でもアルハザードの力の前には変わってしまうのですね私もお父様と同じですもし皆さんに助けていただかなかったら今頃どうなっていたか 騙されてはいけません。周り中から魔族の気配が伝わってきます。いいえ、彼はアルハザードに見入られているのです。アルハザードさえ亡くなれば元に戻ることも十分考えられます。もし彼に人としての心が残っているならば、ですけど。これより儀式を執り行います。魔力の結晶たるロッドよ。 気高き王の御霊を宿し聖剣よ。闇の剣アルハザードの力を奪い、永遠の眠りをもたらせ。は <laughs> はい。ところで、ラングリッサーはどうしましょうかアルハザードが亡くなったとはいえ、ラングリッサーも使い方を間違えれば同じことになるかもしれません。しかしそれには、何十年、 何百年とかかるかもしれません。そうですね。<laughs> ここに連れてきて何をするつもりですかそんな私を生贄にしても無駄です。カオスが復活しても、エルスリードの聖剣ラングリッサーが封印するでしょう。私は信じています。ご一緒したのは短い時間でしたが、私は十分幸せでした。 リハルト様、後のことは、お願いします。申し訳ありません。私のせいで、皆さんに迷惑をかけてしまいました。皆さん。本当に、ありがとうございます。神殿の巫女、ソフィアです。何でも申し付けください。私、強くなれますか女神様も祝福してくれますよね。 信仰こそが私を支えています。私は前へ進みます。これはあまり使いたくないですわね。あら気づかないうちに、ごめんなさいね。ちょっと、お休みしないとね。あらお祈りに来たのですかお祈りするときは目をつむってくださいね。覗いてはダメですよ。まったく、困った人ね。 そういうことすると私、あなたのこと、本当に好きになっちゃうわ。髪の毛うん、<laughs> 解いてくださるのありがとう。あらいけませんわ。私は純潔の誓いを立ててるの。だからダメだって言ってるじゃない。もう、しょうがないわね。優しくしてね。はいふ。<laughs> 心配はしないでください。私がずっとあなた様の勝利のために祈ります。女神様はきっと私たちの祈りに応えてくれます。私は女神の扉の守護者です。混沌なる者や邪悪なる者は退散しなさい女神様が人間のためになさった自己犠牲を思い出すと、たまらなく心が痛みます。今日は風が、少し、 騒がしいですね。ちょっと、恥ずかしいです。あら本当に、優しいお方ですね。うん。ああ。これは、愛というもの、ですか女神様も私の気持ちを知ってると思うと、心臓が飛び出しそうになりますね。もうちょっと、こっちへ来てください。私のすべてを。 捧げます。無礼です。おやめください。やめてください。女神様が許しませんよ。あなた様のために祈ります。また会いましょう。